DJ トビーのビーズレディオ。はい、皆さんお久しぶりです。 DJ トビーでございます。皆さん元気されてますか？あ、違う、ビーズやってますか？イエーイ。ということで本日のラジオもスタートしていきたいと思います。東方チャレンジということで、こちら世界中の作家さんにいろいろなビーズをセットにしてお渡ししていろいろこう作っていただくという、世界の作家さん向けのイベントがあるんですけども、日本の作家さんにも、参加いただいていて、こちらがこうアメリカのチームが主催する、ライブを開催するということで、ティーム東方による Facebook ライブを開催いたします。こちらね、日本時間2月22日9時30分、東方はじめティーム東方が東方に特別に選ばれたフューチャーアーティストとその作品にフォーカスしたライブを開催いたします。アメリカと日本から一部フューチャーアーティストが生出演、ビデオ出演してくれるアーティストもいらっしゃいます。東方チャレンジ2022ミニキットのプレゼント企画もありますのでお楽しみください。こちら、Facebook でティーム東方ということで調べていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。日本からはですね、山田恵美先生、高木ひろえ先生が生出演、須藤きめ先生がビデオ出演される予定です。アメリカからは、花ロズナーさん、サンドラ・ローターさんが出演予定でございます。ぜひぜひ見ていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。今回のラジオはですね、静岡県を中心に、まあ、なんか横浜とか神奈川でもねご活動されてるのかな、松沢由美子先生、アトリエ由美を主催されている松沢由美子先生にご連絡していきたいと思います。アメブロなんかではアトリエ由美とレンチのビーズな毎日、静岡のビーズクリエイターということで、毎年、横浜のイベントに出られたりしてるんでしょうか。はい、それでは早速連絡をしていきたいと思います。おしん、はい、もしもし。はい、こんにちは、 DJ トビーでございます。どうもこんにちは、お世話になっております。お世話になります、こんにちは。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。いや、ただいまですね、ちょうどこう、はい、プロフィールをね見ながらねご紹介させていただいていたんですけども、はい、静岡県を中心に活動されているアトリエ由美、松沢由美子さんということでお間違いないでしょうか？はい、間違いありません。はい、よかった。これ違う方だったらどうしようかって時あるんですよねよろしくお願いします。あとね、これね別の回でですね、ずっとこれ、はい、トビーが電話してラジオやってるんですけど、ずっと誰かわからないで相手の方が話し続けてくれてて、最後にお前かって言われた回が あったっていう過去があるんですけどなかなかね、この電話の回はね、波乱万丈でね、なかなか面白い、回になります。そうなんですね。はい、今回ね松沢先生とも実はね Facebook でね、先日お友達になって、はい、でそこからたまたまお子さんがね同じ学校の出身とか、まあ、そういった話をこうさせていただきながら、はい、でせっかくなんでビーズラジオ出ていただけませんかということでお話をさせていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけどもね、いろいろお話ししていきたいと思うんですけども、特にね、はい、実はね皆さん理科系の学校出てるんですね。私理科、東京理科大っていうね学校卒業してるんですけども、はい、ね、先輩、大先輩、はい、いや息子さんがですよね息子さんがね長男が理科大なんですね、東京理科です。いやでもなんかね、お話聞いてるとね、私全然こう実は松沢先生とお会いしたことあるかないかもわからないぐらいのお付き合いなんですけども、そうですね、ちょっと年齢のこともあんまり分かってないで、もしかしたら今在学中じゃなんじゃないかなみたいなお話をしてたら、まあまあ年近いぐらいなんですかね。トビー45なんですけども、はい、お子さんはご長男さんはおいくつぐらいなんですか？長男が昭和言っちゃっていいですかね60年生まれなんで36歳だと思うんですけどね。ちょっと9つぐらい違うんですね。9つぐらい、そうですね、一回り違います。
はいはい。ですよね。そっか、でもなんか。トミさんが、はい、あ、うちの息子の先輩だと思って。いや、理系の方って珍しいですよね。いや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 、なんかね、そうでもないです。トビーの頃はね、なんか理科系って全然人気がなくて、まあ昔って今はあんまりないかもしれないですけどね、なんか合コンとかやっても、なんかね、理科系の子なんだそれみたいな感じになってて、今はなんかすごい理科系人気だってよく聞くんですけどね、なんか。ああ、なんか人気みたいですね、今がね。なんか理系上とか理系団とかなんか言って、なんかすごい、なんかトビーの子供たちもなんか理科系のなんか勉強できるようになりたいとか言ってて、あ、うん、昔はなんかなんかちょっとオタクっぽいなんか雰囲気を。うちはオタクっぽいです、息子は。いやいやいや、トビーもね、それはもうあの数学とか好きなぐらいなんでね、もう完全に。そんなことないですよ。いやでもね、はい、そんな話題の中からあの今回ね、ビーズでつながってるということで、ビーズのお話もね、はい、聞いていきたいと思うんですけども、はい、あのちなみにこう今回ね、つながらせていただきましたけども、あの、我々の、つながりって Facebook なんですけど、Facebook のコメントとか、いろんなところで、つながってたり、ライブを見ていただいたりされてると思う、あの、いただいてるということなんですけども、はい、はい。あの、B'z って、なんかどんなスタートで始められたんでしょうかね。え、どんななんです？なんか、一番最初、B'z を始めたきっかけ、なんか、例えば幼少期とか、例えば何歳ぐらいでこう急にビーズを始めてみたとか、はいはいはい、なんかそういうきっかけってあるんでしょうかね。きっかけっていうか、はい、ビーズそのものがね、何かもう小さい時なんか手の、宝箱の中にあったんですよ、私。宝箱の中にビーズが入ってたんですか？そうですね、それは多分、はい、母がね、たまたま洋裁やる人で、はい、作るのが好きだったんですね、私自身で、ね、こうなんか縫い物したり、はい、なんか作ったり絵を描いたりっていうのがすごく好きで、はい、で多分何かねだってそのビーズを買って買ってみたいな感じで、こう宝箱のねバッグの中にねいっぱい 入ってましたね。なんかもうそれは昔のこうなんて記憶っていうか、はい、それちょっともう実家に置いてきちゃったんですけどね、もう多分処分されちゃってるのかな。本当になんか宝物みたいに、もうその本当に小さい2、3歳ぐらいにあったのかもしれないんですけど、あ、じゃあもしかしたらきっかけっていうか、もしかしたらあれですか、じゃあ大人になって深く考えてみると子供の頃ビーズやってたなっていう感じなんですか？そうですね、本当の頃なんかやってたみたいですね。なんかその駄菓子屋さんとかに昔売ってなかったんですかね、ちょっとその辺の記憶が定かじゃないですけど、うんうん、なんか手元にありました。でもちゃんとしたきっかけっていうのは、はい、やっぱりその息子、あ、私は男の子2人なんですけどね、はい、子供が高校大学へ行ってちょっとこう余裕がっていうか少し夢中になれるものがあるといいなって言って思い出した時に、たまたま友達がその静岡にあるある小さいビーズ店へ連れてってくれて、はい、そこでビーズとの出会いでしたね。へえ、すごい。ああそう、ああなんて言ってちょっと思い出したんですけど、はい、昔のその宝物、宝箱の中に入っていたビーズとこうなんか一致して、光物はもともと好きでしたからね、なんかそういうガラスのものっていうのがすごくこう心に輝きを与えてくれたみたいな、へえ、いい話。きっかけっていうかきっかけでした。はい、あ、そうですか。で、ってことは、はい、そのお友達が、まあ、静岡の、まあ、小さなっておっしゃいましたけど、こうビーズショップに連れてってくれたんですね。そうですね、ビーズショップに連れてくれて、うん、まあ、そこでちょっと習い出したんですけどね、で、まあ、物足りないかなって、もうちょっとしっかり基本を習いたいなと思って東京の先生に習いに行ったっていうのがまあきっかけっていうか、すごい、まあ、はい、そのとこからこう作家としてっていうか始まったところだと思います。ちなみにその静岡のその、はい、きっかけになったそのビーズショップって、はい、なんて、はい、もう今でも覚えておられるんですか、どんなお名前の。ああ、ね、これ、それがね、あれなんですけど、まだ、やってる小さいビーズ屋さんなんですよ。クドゥービジュって言って。あ、クードビジュ、はい。クールドビジュってのかな、はい、はい。まあ、いろいろ、置いてあります。
ただ、その、なんて言うんでしょうね。東方さんとか、みゆきさんとか、そう、シーラフィーズはちょっと、そういったこう、パックで書いてあるとかって、そういうお店じゃなくて、はい。スワロスキーにしても、ベネチアにしても、こう、綺麗っぽく、こう、おしゃれに置いてあるみたいな。ああ、こう、バラで、こう、ウッド調の、に置いてあるみたいな。ウッドの、そうですね、置いてあるみたいな。まあ、おしゃれなって言えばおしゃれなお店。おしゃれですね。はい、そうですね。おしゃれ。当時はおしゃれなお店だと思いましたね。だからなんかちょっとこう引き込まれるところはありました。はい。あ、そう、まあそこがきっかけで、まあ教えてもらい始め、もっとでも、しっかり学びたいということで、東京に通うようになられたんですね。そうですね。いや、でもそこがやっぱり、すごいですよね。そこからもっと学びたいってなったっていうのが、やっぱすごいですよね。いやいやいや。きっかけっていうかきっかけなんですけど、そのビーズフレンドってあの雑誌あるじゃないですか。はい、はい。あれ、まあ今もね、ありますけど、昔やっぱりね、はい、私も20年ぐらい前ですよね、それで、ね、結局ビーズ始めたのが、はい。図書館行ったり、その本屋さん行ったりして、そのビーズフレンドとか、まあ他のビーズの本とかね、そういうあれを、いろいろ、もうなんていうか、たくさんこう見させてもらって、目の保養になったし、はい。なんていうんですかね、それだけ、あ、見てるだけだと、まあ、よくわからないですね、やっぱり。人に、こう、手取り足取りっていうか、口頭で教えてもらいたいなと思って、その、ちゃんとした基礎を、身につけたいと思って、毎月東京通ってましたね。あ、そうだ。その頃は、どんな先生のところに通ってたんですか？え、その時は、緑川きく子先生。あ、緑川先生のところに通ってたんですね。はい、緑川先生に、はい、まあ、本当に基本を叩き込まれたみたいな。あ、そうですか。じゃあ、でもちょうど2000年頃、やり始めてってことは、本当に、そのブームが、ビーズのブーム始まった頃ってことですよね。うん、本当にビーズブームの頃で、テグス編み、うん、それから、ページワークとかで、はい、ケイバさんの、あれもそうですけど、うん、テグス編みから始めた、私人なので、ビーズ、そのブームの時のテグス、編みから、まあ、本当に始めた人ですね。去年ぐらいからね、テグスが、実は一時売り切れるほど、テグスがまたね、ブームになってて、そうなんです。韓国からね、韓国からちょうどビーズのブームがやってきて、ビーズのなんか、お花柄のデイジーチェーンみたいな、こう、お花柄のこう、ね、ああいうビーズのリングを作るのが流行り出して、で、今シードビーズね、今年も、ぼちぼち売れてるんですよね。ああ、よかったですね。ああ、本当にね、このコロナ禍で、まあ、おうち時間ってのもあるのかもしれないですけど、韓国のブームってちゃんと来るのかなみたいな思っていたら、はい、まあ本当にしっかり、ビーズ、シードビーズ自体はよく売れてるので、いい感じなんですよね。そうなんですか。なんか、東方さんのね、あ、ごめんなさい、脱線しようかもしれないですけど。あ、大丈夫です。はい。求人なんて出てまして、インスタグラム、フェイスブックで見ましたよ。職人さん募集とかって言って。いいとこ振ってくれました。ありがとうございます。職人さん以外は作ってるの大変なんだと思って。そうなんですよ。いや、私も募集して、応募しようかなと。広島住めますか？東京在住とかって書いてあったんで、あ、無理だと思った。そうなんです。広島に住めない。実はね、広島で全部作っていて、もう実は今、我々も海外、まあ国内もそうなんですけど、やっぱり一時、はいはい、やっぱビーズ品切れしてしまうほど、やっぱ売れていて、まあ今もね、実はね、海外向けは、ちょっとね、納期がたくさんかかってしまっていて、お客さんにご迷惑かけちゃってるんですよね。ああ、すごいじゃないですか。そうなんでもね、ビーズってやっぱり、こう、流行りみたいなのがやっぱあるので、今ちょうど、やっぱ全然流行ってない時から流行りに移行すると、結構やっぱ一気に、世界中からね、いろんなところに、こんなの欲しい、あんなの欲しいって来るんですよね。いいですね。ビーズは世界を救うって感じですかね。ねえ。でもなんか、ね、時々、バームクーヘンとか見てたら、羨ましいとか言いますね。バームクーヘンなんか売れてない時ない感じしません？バームクーヘンとか。何ですか？バームクーヘンとか、ガトーハラダのラスクとか。なんか、なんかああいうのっていつも売れてる気しますよね、なんか。まあ、定番って言えば定番ですよね、シードビーズと王さんの。そうですね、シードビーズ定番なんで、まあ、普段からね、皆さん、買っていただいてるんですけど、ブームが来ると、普段買ってらっしゃらない方もね、買っていただけるっていうのはね、非常に嬉しいことです。いいですね。で、そこからですなんですけど、まあ今過去そうやって始められて、はい、で、いろいろこう、お勉強されて、
いろいろこうされ始めて、確か加山先生のところでもお勉強されてたんですよね。いや、そうなんですよ。加山先生のところは、はい、本当にね、第二の人生みたいな、第二のビーズみたいな感じで、ちょっと一時期私もね、まあ、緑ヶ先生のところで、ビーズアート賞で出させてもらったりはしてたんですよ。で、独立して自分で出てもらいしてたんですけど、はい、まあ、ちょっと震災があったり、ちょっと親の介護があったり、ちょっと間が空いてしまって、うんうん、ね、手が錆びてるかな、みたいなところへ、加山先生との出会いがどこかであったんですね。で、やっぱりここで習わなきゃと思って、やっぱりまた東京通いました。皆さんにね、ラジオ聞いてる方にもちょっと分かっていただくためにご説明しておくと、加山忠則先生はこのビーズラジオにも出ていただいていて、はい、本当にね、天然石を中心に、いろんなビーズワークを展開されていて、本当にね、はい、この業界のビーズの貴公子といえばもう加山先生ではないかと。またイケメンなんですよね。そうですね、イケメンなんです、素敵なんです、ね、ちょっともう顔だけ上だけ交換してもらえたら嬉しいぐらいの本当にね、もう素敵すぎるぐらいの、もう本当に人間的にもすごい尊敬できる方で、ね、もう水ももちろんね、天然石でも高級なあれを使われて、でも本当にワイヤーワークとかね、やっぱり素晴らしいですね。先生にはその辺を、ね、教えていただいて、いまだにまだズームでレッスンしてもらったり、そうですか、はい、師匠と呼ばせて、自分がですよ、先生私をどう思ってるかわからない。いやいや、それはもう学んでおられるから確実に師匠ですよね。うん、本当です。加山先生師匠なんですけど、いろいろ本当に教えていただいて、もう尊敬して先生ですけどもね。あ、そうなんですね。でもそこからそれまで長くビーズされて来られてますけど、先ほどからビーズアートショーのお話とかも出てますけど、なんか普段はどんな活動を中心にされてるんですか？普段はですね、やっぱりそうした展示会に向けての作品制作ですね、うんうん、それからまあ、あと教室もちょっと、この頃、一時期やっぱちょっとやった、静岡でやってましたけどね、ちょっとやっぱいろんな理由で転勤されちゃったりね、生徒さんがね、で、ちょっと間が空いたんですけど、また東京で浅草橋でちょっとできるものになって、いつからですか？浅草橋、去年からなんですよ、うんうん、去年。おめでとうございます。そうなんですよ。浅草橋でお教室されてるんですね。じゃあ、はい、せっかくなんで宣伝しちゃってくださいよ。浅草橋のどこでされてるんですか？浅草橋のですね、チェコのお店なんですけど、大丈夫ですよ。どこですか？大丈夫です。はい、ビーダーさんって言って、チェコのお店なんですけども、それめっちゃ、もともとね、東方の近所じゃない？東方めっちゃ近所ですよね。そうそばです、そばです、すぐそばなんですけど、はい、ボヘミアの宝箱って言ってたお店が、ビーダーというチェコのお店になって、そこの2階で、ガラリークレールっていうね、昔じゃない、ごめんなさい、ステンドグラスですね、ミュッシャのステンドグラスが、本物があるんですよ、でそこで、ビーズをね、教えてるんですけど、すげえ、本当に素晴らしい、教室っていうか室内で、はい、本当にね、日常を忘れられるんでね、私自身がすごく好きなんですね。いいですね。なのでね、来てくださる生徒さんもね、まだ本当にちらほらっていうかあれなんですけど、まあ、日常を忘れてね、そこでビーズに夢中になってこう制作っていうか、まあ、楽しくやっていただけると嬉しいなって感じでやってます、教室が。そうなんですね。あと、まあ、自宅でもちょっと教えてるっていうことと、はい、そうですね、はい、展示会は、静岡で、ね、やっぱね、一番あれなんですけどもね、私やっぱり静岡、在住ですので、はい、静岡のね、高城町にありますね、はい、ギャラリーニューという、うん、ギャラリーがあるんですね、はい、修英予備校のすぐ真ん前なんですけどね、高城町ってとこなんですけど、はい、そのギャラリーユーさんで、まあ、ほぼ2年に1回個展というか、まあ、二人展というかね、やらせていただいています。あ、そうなんですね。それ、はい、うん、それと、まあ、ビーズアートショーは、に、冬に出してもらいましたけど、はい、まあ、春に徐々に切り替えとこうなっていうところもあったりして、あと、まあ、デパートの催事。あ、デパートの催事なんかも出られてるんですね。
そうですね。ちょっとですけどね。そうですか。はい、そんな感じです。はい。ちょうどね、あのトビーがいる東宝株式会社も、あのちょうど静岡の伊勢丹さんにね、はい、2月の15日まで、あの東宝がやってるビーズの完成品のブランドで、ペンターというブランドと、はい、トレランスというブランドがあって、その2つのブランドでね、ちょうど出させてもらったということになりますね。なるほど。はい。それはちょっと個人的にまだ聞きたいですね。ねえ。いや、でもなんか今お話聞いていると、あの、今後もなんか、あの、これからどういうとこに出られるとか、例えば、あの、例えばですけど、お教室に私も行きたいわってなったら、あの、はい、どういうところで、なんですかね、お問い合わせとかしたらよろしいですか？あ、そうですね。やっぱりね、私 SNS は Facebook とブログとインスタとやっておるんですけど、はい、どこで入っていただければ一番いいですかね。インスタ等で、教室の案内も時々するんですけども、はい、Facebook が一番いいですかね。大体告知って言って教室があるときは出したりしますので、うんうん、Facebook でもブログでも、あ、ブログはメーカーブログです、うんうん、入っていただければどこかに載せるかなって感じなんですけど、わかりました。じゃあトビーの方でね、ブログの方に貼らせていただきますので、はい、皆さんそこから、皆さん、さっきのね、なんかすごい素敵なステンドグラスの中でできるのは浅草橋のビーダーというお店でできると。あとは、はい、静岡の地元でもされてるということで、何かご興味ありましたら。そうですね、近くなんですけどね。ちなみに、はい、どんなことを中心に教えられてるんですか？まあね、はい、生徒さん今来てらっしゃる方は、あ、私ごめんなさい言わなかったんですけど、テグス、ビーワーク、ワイヤーと、基本的なあれと、あとクロッシェやるんですね。ああ、ビーズクロッシェを。はい。そうです、そうです。クロッシェなんで、まあ、東宝さんのそのシードビーズはもう必須なんですけどね。ありがとうございます。クロッシェ、PR、クロッシェをやっぱり基本を習いたいっていう方がいらっしゃるのと、うん、やっぱりね、ピアス作りたいわっていう若い方とか、お、いいですね。そうなんですよ。うん、こういうの作りたいわって言ってきてくださる方もいらっしゃるし、うん、それこそね、ビーダーさんでの教室は静岡校で、まあ、私教えてた時の方が転勤されて、向こうでまた習いに来てくださる方もいらっしゃって、すごい。すごいありがたいんですけど、やっぱりね、ビーズの基本ですよね。うんうん、そこをやっぱ皆さんで、教えてほしいって方は大勢いらっしゃいます。でもなんか今お話聞いてると、始められた時に、で、一番最初、ビーズ屋さんで教えてもらって、で、ご自身もやっぱ基本を学びたいって思われたり、で、同じような方を、今サポートして、こう、教えられる立場になってるって、なんかすごいビーズの、特に我々ビーズのメーカーとしては、本当にありがたい話で、本当にありがとうございます。そうやってご活動をいただいてるおかげで、ビーズのファンの方がね、いやいや、私なんかもうまだ全然若輩ですのでね、本当に大河の先生が大勢いらっしゃって、もう皆さんね、即興室やってらっしゃるので、私なんか本当にまだね、序の口で年だけは取ってますけど。何をおっしゃいますか。でもなんか最近思うんですけど、はい、なんかこう自分でピアスを作りたいって来られる方とかって、もしかしたらこうゼロからオリジナルを作りたい方っても多いんですか？この辺がね、今来てらっしゃる方はちょっとどうなのかな、まだ始められたばかりでね、まだちょっとこの先わからないみたいな感じでいらっしゃるけど、はい、ゆくゆくはやっぱり自分で作りたいって気持ちがあると思いますね。いや、トビーもね、実はね、最近アクセサリーも作るんですけど、最近こうコロナの影響もあって休みの時結構お菓子作るんですよ。元気ですよね。昨日も見ましたよ。でもね、なんかね、ああいうね、でトビーはね、やっぱりアクセサリーもそうなんですけど、結構なんかゼロベースで、なんかそこにパッと感性で作ってみるのが結構好きで、だからそのためにもやっぱ基本って多分すごい大事だと思うんですよね。基本があるからなんとなく作ってみるけど、焼けてくるまでめっちゃドキドキするんですよ。これ失敗したらほんとダセーなみたいな。確かにね。だからね、でもなんか人生とか、なんか人生の選択とか、こう分岐点とかになんか似てて、これ卵もう一個入れるか、やめるか、どうするかみたいな。
だからビーズもそんな気がして、もうあと、はい、あとなんか2名ぐらいやった方がいいかどうかとかのやつと一緒で、なんかそういう、まあ、キット作る楽しみもね、パズルみたいな楽しさってあると思うんですけど、オリジナルを作る楽しさとキット作る、まあ、フリーフォームっていうのかな、フリーにこう進めていく楽しさとキット作る楽しさって両方それぞれのなんか良さがあるのかなと思っていて、あ、すごいトビさんいいこと言いますよ。私、ね、自分自身がそう思ってます。はい、まあ、自分で制作してあのオリジナルの作品を作り出すじゃないですか、うんうん、そういうすごいフリーな部分と、うん、やっぱりまだ技術的に高めていきたいなって海部先生とか習いに行くじゃないですか、はいはい、そういうあれは両方やっぱりね必要だなって思いますね。ですね、オリジナル性とその基本、それはやっぱなんかこう並行して持っていきたいなって言って自分でも思ってますけどね。ねえ、まあそれすることでね、なんかもしかしたらこう、うん、どんどん自己検査っていうか、あのどん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 こう上手になっていって、それをまたこう生徒さんとか、あとは作品に生かされたりね、そういうことになっていくのかなと思います。だからトビーもね、あのお菓子作り、あの1回目作ったら結構硬かったとかありました。子供たちに硬えって言われて。まあでもなんかあのいろいろこうお話聞かせていただきましたけど、今後のなんか告知とか、まあ今お教師の件はね、あのいろいろ聞かせていただいたので、あのブログとか、はい、あのいろんなところに上げときますけども、なんかこう、はい、例えば催事とか決まってたりするものとかあるんですか？あ、そうですね、はい、はい、すいません、じゃあちょっと私の PR ですけど、はい、今年はあのビーズアートショー横浜ですね、はい、春5月26日から28日まで、うん、この3日間横浜で出させてもらおうと思ってます。おめでとうございます。で、その後は静岡伊勢丹さんなんですけど、はい、これは私初めてなんですけどね。いいですね、初めてってなんかちょっとドキドキして楽しそう、初めてってちょっとドキドキしてるんですけど大丈夫かなと思って。いいじゃないですか、楽しそうですよ。これが、7月6日から7月12日、うん、はい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 、一応1週間ぐらいあのなんですけど、ちょっと催事に出させていただきます。いいですね。それからギャラリーユーさんは、去年あのやったので、うん、今年はなしで来年の春だと思うんですよ、うん、多分ね、まだちょっとオーナーがあの決めてるのでいつになるかあれですけど、まあ、多分春またギャラリーユーさんも来年ありますので、うん、まあ、よろしくお願いしたいと思います。なんかいろいろこうイベントももう決まっていて、まあ、そこに向かっていろんな作品作りとかキット作りとかされていくってことですよね。そうですね、毎日試行錯誤ですよ本当に。作品作り出すのもそのデザインが降って湧いてくるときと全然わからなくてどうしようとかっていう時もあるし、うん、一つのモチーフを考えるのに、あのそれこそあのトビーさんだから言うんじゃないんですけどね、シードビーズ1個 の, あ, のあれで全然変わってくるんですね、表情が。ですよね、そうなんですよね。なので本当にそこもね、これにしようあれにしようって言って 何回もこう作ったりやめてまた作り直したりみたいな、まあ、クロッシェなんかもそうですけど、テグスのモチーフもそうですけど、なんかそう試行錯誤をしてあれしてます。何言ってたんでしたっけ。いや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 、もうあの今一つ一つのあのものづくりにやっぱ こだわっておられるっていう一面が今すごく見れました。そうですね。でね、なんかね、最後にね、いろいろ聞かせていただきたいんですけども、あの、はい、コーナーあんのご存知です？東方の大好きなビーズのコーナーお願いします。さあ、松沢由美子先生の大好きな東方のビーズを発表してください。お願いします。はい、たくさんあるんですけどね、はい、今ちょっとハマってるのが東方さんの竹ビーズですね、はい、竹ビーズですね、はい、はい、竹ビーズをですね、クロッシェの中に編み込んでるんですけど、はい、一部竹です。お、何番も言った方がいいですかね。ナンバーも、はい、ナンバーもじゃあいただきますか。ナンバーまで言っちゃいますと、ちょっとブロンズ系の茶色なんですけど、702とか。一部だけ、702、はい、いただきましたー。それがもう一色ですね、704、はい、パープルの玉虫みたいな色です。すごい素敵な色です。704も、いただきましたー。いや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 。このね、このコーナーね、実はね、すごく大切にしていて、もう、はい、いくらね、トビーがね、この色いいよって言っても、はい、いやいや、あんた、東方の人だろう。まあ、どうしても営業っぽくなっちゃうじゃないですか。
だからやっぱりこう、先生方がこうね、いいよって言ってくれる色って、やっぱりね、皆さんにも説得力があるんですね。なんかもしかしたらトビーだったら、ちょっとだけこの在庫多いから、これちょっといいよって言っておこうとかなんか思われてるけど、トビー絶対そんなことしないんですけど、思われてたらちょっと嫌ですもんね。そうですね。なんかちょっと在庫、なんか2トンぐらいあるから、これちょっといいって進めとこうよみたいな、絶対しないんですけど、ね、思われるかもしれないんで、本当に。ありがとうございます。いや、とんでもない。まあ、他にもいっぱいあるんですけど、メモしてありますけど、とりあえずその2つはね、今言おうと思って。でも、しかもその今、その一部丈を、そのクロッシェに取り入れて、はい、なんかちょっとこう、はい、やっぱりやると立体的な感じになるんですか？一部丈とか入れると。立体っていうか、そうですね、まあ、クロッシェなんで、どうしてもこう、ちょっとチューブ的でこう、長い、あれなんですけど、立体って言えるかどうかわかんないですけどね、ペレンクロッシェってのでちょっと合ってますけどね。おー、ペレンクロッシェ、そうなんですよ、好評で、それは、去年のビーズアート賞が冬でちょっと出してみましたら、これキットにしてほしいって、先生キットにしてって言って言うので、もうこの間東方さんに発注かけて、サンビードルさんですか、問屋さんですけど発注かけて、今ちょっとそのキットの試作をしてるんですけどね、5月の展示に向けて、とっても好評でアンティークっぽいんですって、すごく。いや、いいなぁ、いいっすね。アンティークが好きだわっていう人が、私の好みって言ってる、買って言ってくださる方がすごく多くて、このなかなか竹ビーズってあまりないんですよね。すごいあちこち探したんですけど、やっぱり東方のビーズが一番でした。ありがとうございます。いや、これ本当にお世辞でなくて、はい、本当に死に物狂いで、コロナなんでね、なかなか浅草橋も行けないし、それにとってやっぱ作品が作らなきゃならないしみたいな、はい、そういうあれで結構苦労して見つけたんですけど、やっぱこれ本当に他のお店にない、ちょっとマットな感じですよ。ありがとうございます。いや、本当にね、トビーの代わりにすごい宣伝していただきました。本当にありがとうございます。で、松田先生、ぜひね、松田先生はビーダーという、本当にね、ギャラリー T、浅草橋の東宝が運営しているギャラリーから歩いて1分ぐらいのところでね、お教室されておられますので、またどっかで会える機会があれば、そうですね。特にいつもそこにおりますので、はい。はい、ぜひぜひ会えたらと思います。そうですね。はい。お会いしたら、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日のゲストは、アトリエユミを運営しておられます、静岡県で頑張っておられる、楽しい、松澤由美子先生でございました。はい、ありがとうございました。トビさん、ありがとうございます。いろいろ。はーい。じゃあ、失礼いたします。はい、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。それでは、また、DJ トビーのビーズラジオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。